群馬青年市範学校は1944年に設立された青年市範学校である。高松町校舎後に混流された高崎経済大学開学の地域群馬青年市範学校は群馬市範学校男子部校舎で発足し、翌月の1944年5月、高崎市大町にあった旧高崎商業学校の校舎に移転した。 1946年3月に商業学校が再開したため、1947年6月、高崎市高松町の旧陸軍東部38部隊、弊社後に移転した。同校地は群馬師範学校男子部余科にも使用された。高松町校地は、後進の新生群馬大学に継承され、学芸学部高崎文教場となった。高崎分教場後には、その後、 1952年に高崎市立短期大学が設置された。現在、大町高知跡は高崎警察署、群馬県高崎合同庁舎となっている。高松町校舎跡にある高崎式ギャラリー、ハローフォーラムの一角には高崎経済大学応援団により高崎経済大学開学の地位渋みが建てられている。官報第5664号。 昭和20年11月28日、高崎経済大学50年史編集委員会、高崎経済大学50年史、地域貢献の理想を求めて2007年6月、4ページ、高崎市、高崎100年、第27回商業学校と、実践女学校、2012年4月4日閲覧、ありがとうございます。